こんにちは。ファイブスター子どもスクールの阿部です。本日の子育てのヒントは、他の違いが才能って話をさせてください。僕も親なのですごくその気持ちわかるんですけど、他の子と比べてうちの子発達大丈夫かなとか、よく喋れてるなっていう結果を出すと思うんですね。もうこれはしょうがないんですよね。比較しないとどうなのかってのはわからないんで。ただ一個忘れてはいけないのは、よくね、比較するなっていう動画はね、たくさん見てるし、育児もご覧になってると思うんですけど、これぜひね、この考え方をしていただきたくて、他との違いが才能なんですね。だから才能っていきなりできるわけじゃないじゃないですか。もちろん生まれ持ったものもあると思うんですけど、僕磨いていって才能になると思ってて、その源泉って何かっていうと、他の違いってまず個性じゃないですか。それはもう感情面から来たりとかで、この個性をどんどん磨いていくと、僕魅力になると思ってるんですよ。その人の魅力、その人ならでは魅力で、これをさらにどんどん磨いていくと、これスポーツとか別ですよ。スポーツはやっぱ本来持ったものってあると思うんでね、ある程度は。で、この魅力をさらに磨いていった時に、人は才能になり、それを仕事で活かせるようになると思うんですね。僕なんかの例言ったらあれですけど、僕幼少期に歩くラジオってあだ名がついてたんですよ。歩くラジオ、もううるさいな、いつも喋るなと、もう親にすごい怒られてたんです。うるさいと、喋るなというふうに怒られてたんですよね。だけどおしゃべり好きで、小学校でも人前でなんか笑わすとかバカなことをやるって続けましたと。で、中学校はたまたまですよ、小学校中学校生徒会長やらせてもらいました。人前で話すようになりました。したらやっぱこの仕事でも生かされてるんですよね。でも僕は別にお笑い芸人でもなければ、テレビマン芸能人さんでもないですけど、こうやって人前で話して何かを伝えるっていうことにはつながってるんですよ。だから別にトップ的な、もうものすごいパフォーマンスを出さなくても、その個性魅力にして、個性磨いて魅力にして才能にしていけば、絶対その子の力になるんですよ。最近ね、神戸の親御さんと個別サポートしてて、その方の年長さんなんですよ。上の子が年長さんって男の子で、ものすごい面白いんですけど、自分で新聞書くんですよ。新聞書いて広報誌みたいな感じで周りに配るんです。で、どうやったらお金稼げるかなとか、あとはもうメルカリとかも自分でやったりとか、なんかこう人に売るとかがすごく興味があって、公園で焼き芋を売ったりしてるんですよ。売れないですよ。でもちょっと待ってくださいと。ちょっとこれね、周り、自分、他人の子だから、ああそれ才能面白いなっていうかもしれないですけど、我が子にそれがあった時、本当にそれを面白いなって言えるかどうかが本当大事なんですって。もう僕はもうぜひやらせたいし、子供がねやったら、でやっぱりそれね、だって年長さんですよ。年長さんで人前で焼き芋を売るって、ものすごいセールス上手くなるじゃないですか。売れなくても、だって考えますもん、あれなんで売れないんだろうって。で、また親御さんが、僕もいろんなアドバイスね、子育てのヒントをお伝えしてるんで、いいサポートコーチングしてるんで、こうするああするって言って、どんどん広がって、今度広告書こうかとか、 YouTube で、ゆうたしゅんどっていうらしいんですけど、そのなんかこう編集長の挨拶を入れるとか、そういうことまでやってるんですよ。ものすごい可能性広がるじゃないですか。でもね、やっぱり古い考えなんで、そんなことしたら他人がなんて思うか、頭おかしい子って思われるんじゃないのとかってなっちゃうわけですよ。もったいないですよね。だから確かにね、普段育児忙しくてね、なんでこの子はこうなんだろうって思いたくさんあると思います。それはもう分かるんで受け止めるんですけど、他の違いが個性、個性を磨いて魅力、魅力を磨いて才能なんで、具体的なやり方はまた他の YouTube でも言いますけど、もうこの考え方は絶対に覚えておいてください。大事だと思ってます。本日の子育てのヒントでした。ありがとうございました。